すごいすごい練習してますね。新体操部です。しなやかな動きいいですね。中村学園女子高校新体操部、過去には国体優勝やオリンピック代表選手を輩出するなど強豪校として知られています。全国新体操選抜大会に出場が決まっているので、最後の練習なのでそれに向けて練習しています。コロナの影響で去年のこの全国選抜大会も含めてインターハイや国体も中止に。 1,2 年生の現役部員にとってこれが初めての全国大会です。不安だらけですね。どれぐらい緊張するのかも多分本人たちもわからないと思うので、ただひたすら一生懸命練習してますね。この日は全国大会出発直前でしたが、練習には3月に卒業したばかりの3年生の姿がありました。旧部長という形でよろしいですかね。今度大学生、はい、で今練習にも来てる、はい。一昨年のインターハイで中村学園女子高校は団体競技で4位に入賞。3年生にとって去年は日本一を目指す特別な大会になるはずでした。インターハイが中止って決まった日はものすごく悔しくて、なんかどこにぶつけていいのかっていうのはやっぱり分からなかった。コロナで叶わなかった日本一の夢、それでも全国の舞台を知る先輩として、練習が制限されていた期間中も後輩たちに日本一への思いを伝え続けたといいます。日本一になるっていう目標のために自分たちができることを毎日毎日一人一人考えてノートに書いて LINE のグループに送り合ったりして、技術というよりは心の部分で成長した2ヶ月だったなと思います。1年生には悔しい顔は絶対見せずに頑張り続けました。先輩方のその悔しい思いを私たちがしっかり理解した上で伝わる演技をやっぱり見せたいのと、結果を残せるようにしたいです。福岡市西区の福岡舞鶴高校剣道部が練習に励んでいました。最近緊急事態宣言も解除されて、練習試合であったり各種大会であったり実施されているものもあります。選手同士が接近して競技することが多い剣道、活動の再開にあたって厳しい感染予防対策が取られています。面の中マスクをつけて、さらに面のところにですね、透明のシールドのようなものがついていますね。練習だけではなく試合の際もマスクに加えて専用のシールドをつけることが義務付けられているといいます。実際に剣道経験者のあさみちゃんに着用してもらうと、かなり呼吸しづらいです。剣道着っていろいろなところをこう紐で締め付けるので、そこにマスクとシールドがあるので、嬉しいですね。さらに感染予防対策で競技のルールにも変更が。つばぜり合いという接近戦ですね、こちらも感染予防の観点からつばぜりをなくして試合をすると、はい、ここですよね、はい、ここ。このつばとつばが競り合っている、この状態がつばぜり合いと、うん、これが今はもう禁止、はい、やりにくさとかありますか。引き技とかいろんな技狙えないので少しやりにくさっていうのはある。急な変更に戸惑いながらも生徒たちの思いは前向きです。部活するためにこの学校に入ってきているので、やっぱ部活できるだけありがたいと思ってます。最初は戸惑ってしまったんですけど、やっぱりまだ夏がありますので、その夏に向けて頑張っていこうと思います。そしてこちらでは、コロナで果たせなかった合唱部の卒団式、去年卒業した大学生も念願のステージに臨みました。久留米親愛中学校高等学校合唱部、中学1年生から高校3年生までおよそ50人が所属しています。
まあ、高校3年生、まあ、3年間だったり6年間だったり、まあ、活動してきてるんですけども、まあ、その子たちによっては、まあ、これで、親愛を卒団すると。毎年3月に行われる定期演奏会、今年2年ぶりに開催されることになりました。コロナ禍で全員が集まって練習することができない中、去年の3年生は部活動の締めくくりとなる定期演奏会の場に立てず高校卒業となったのです。先輩を送り出せることができなかったので、コンクールの曲とかも練習してたので、そこがちょっと悔しいなって思いました。大人数が近い距離で歌うという特性上、感染予防対策にも気を使います。ステージには一人一人の間に飛沫防止のパーティションが置かれ、観客席の間隔を空けるなど念入りな準備が行われていました。そんな中、2、3、はい、別室で練習していたのは去年定期演奏会ができなかった大学1年生になった卒業生です。この日のために京都から駆けつけた先輩もいました。1年間遅れちゃったけど、でもやっぱ歌ってたら高校生の頃思い出して、やっぱ歌わないとやっぱ卒部できないなっていう気持ちになります。できたので、これからは後輩を応援しつつ自分たちの道を進んでいきそうだなって思います。